だからこれ岩瀬このマウンドに上がるのは当然です、やっぱりどうしてもねその個人じゃなくてチームなんですよね。そうですね、どうしてもそういうのをパーフェクトを意識すると、どちらがホームランを打たれる確率が低いかということを考えると当然この岩瀬ということになります。さあそして抑えの切り札が出てきてるんですから、はい、ただやっぱりそういう意味では多少そういう流れ変わる可能性もありますからね、まあ、粘り強く攻撃することでしょうね、はい。クライマックスシリーズも4試合連続で8回からいわゆるマタギの登板でセーブを上げました。三振ワンアウト。ファウルボールです。ただこれワンストライクワンボールです。青野さん、岩瀬が、まあ、昨日は本当に自分でも今シーズン一番いいぐらいのピッチングだったっていう風なピッチングをしました、はい、で本人も感覚がそんなに気にならないというか、やっぱこの声援を受けて投げると感覚も消えるんですねっていう風に言ってましたね。その辺はやはり状況で緊張することはもうないと思うんですよね、これだけかなりの経験をしてきた投手ですから、はい、ただやはり飽きすぎた時に、まあ、調整しててですね、まあ、10日ぶりに昨日投げたんですけども、それで自分のイメージ通りのボールが投げれたということで、はい、おそらく本人ですの中ですごい手応えがあったと思いますね、ブルペンばかりの練習が続くとですね、はい、まあ、音響のいいところでキャッチャーがいい音を立てて取ってくれると調子の良さは錯覚するんですけど、実際バッター立ってどうだろうという不安はあるんですよね。レフトボールが落ちてくる。さあ53年ぶり日本一の瞬間にマウンドにいるのはこの岩瀬か。2本のホームランを打ったセギノールですけれども、日本ハムが放ったホームランはそのセギノールのホームランだけ。2連覇へ向かって臨んだこの日本シリーズ、敗れればひとまずヒルマン監督日本最後の試合ということになります。場内からはあと1人コール。53年ぶりの瞬間です。ワンツー。あー、山井もやっぱりいい表情ですね、ベンチで映ってる、ね、まあ、8回までですね、はい、まあ、これだけのピッチングができたわけですから、もう今気持ちは切り替わってると思うんですよ、はい、もうベンチでみんなあと1人という気持ちでいますからね、楽天を除きますと最も日本一から遠ざかっていたこのドラゴンズ。あと1人コールがあと1球コールに変わります。レフトは森野。クライマックスからは3番に入りました。10代でこの日本シリーズヒットを放って今日は1打点の平田。半世紀以上ぶりの瞬間を見ようと満員になった名古屋ドームです。選手から這い上がってきた中村はふっと自分の手に息をかけました。